少年院出身アイドルという異色の経歴でブレイクした戦慄かなのさん。想像もできないようなショッキングな過去がありながら、それを包み隠さずテレビ番組で話し世間の注目が集まりました。壮絶な経歴を持つ彼女はどんな生い立ちなのか、ご紹介します。戦慄かなのさんは、1998年9月8日生まれ、大阪府出身です。名字はさすがに芸名ですが、かなのは本名だそうです。インパクト大の戦慄を名字にしたのは、あまり深くは考えてなくて、やばいやつくらいの感覚で決めたとか、思い切りやばい名前ですよね。一度聞いたら忘れられません。かなのさんが小学生の頃、両親が離婚して母子家庭になります。離婚の理由は、母親の父親への暴力でした。母親は家事の一切を父親に押し付け、気に入らないことがあると暴れ、父親を殴ったり、家具を壊したりすることが頻繁にあったそうです。かなのさんの記憶にあるのは、父親が血まみれになって壊れた家具を直している姿。一生忘れられない凄惨なシーンだったでしょうね。父親は優しい人だったそうですが、さすがにそんな状況に疲れ果て、家を出て行きました。そして、母親とかなのさん、2歳年下の妹との3人暮らしになると、それまで父親にしていた暴力が、かなのさんや妹に向けられるようになり、かなりひどい虐待を受けるようになります。また、離婚前は父親が家事や育児をやってくれていましたが、父親が出て行ってからは、母親がそれらを引き継ぐことはなく、家の中は荒れ放題、子供の面倒も見ない、いわゆる育児放棄、ネグレクト状態だったそう。幼い子供2人を置いたまま、1週間も恋人のところに行ってしまうこともザラにあり、その間食べ物もなくなり、水道水で飢えをしのいでいたこともあったと言います。そんな母親でしたから、日常で身につける当たり前の生活習慣を子供たちに教えることもありませんでした。歯磨き、入浴、着替えといった行為でさえ、ろくにできない状態でしたから、汚れた服を着て、不潔な体のままで学校に行かねばなりませんでした。すると当然のように、学校では絶好のいじめのターゲットにされてしまいます。かなり陰湿ないじめが、小学校4年生くらいから中学3年まで続いたそうですが、ネグレクト状態の母親に相談することもできず、誰にも相談できないまま、自律神経失調症とパニック障害で気絶して倒れたこともありました。中学2年の時には、ついに自殺未遂に至ります。美術の授業時間に、彫刻刀で膝を刺されるといういじめに遭い、あまりの辛さに、もう、無理だ、と感じ、授業が終わって誰もいなくなった美術室の窓から飛び降りるのです。幸い命に別状はなく、手足の骨折で済んだそうですが、かなのさんの中で何かが吹っ切れたのか、壊れたのか、非行の道に転がり落ちていくのです。いじめが続いた中学を卒業し、高校に入学をしたものの、勉強に全くついていけず、1年で自主退学します。その頃になっても、母親は相変わらず子供に目を向けることはなく、昼は仕事、夜は恋人のところに入り浸る生活を続け、必要最低限のお金や食べ物を与えることもしませんでした。常に飢えている、常にお金に困っている状態だったからか、お金があれば自立できる、と、お金に執着するようになります。非行もエスカレートしていき、窃盗集団コミュニティに加わって万引きしたり、出会い系でアマゾンギフトカード詐欺をしたり、悪事とかも入れたら結構キリがない、と本人が発言するほど、何度も警察の世話になったそうです。そして、JK ビジネス、絡みの悪い大人たちとつながりを持つようになります。当時、女子高生を商売のネタに使った違法行為である JK ビジネスがマスコミで騒がれていたので、それをテレビで知ったかなのさんは、自ら JK ビジネスを立ち上げ、荒稼ぎをします。そのビジネス手法は、100均で大量にパンツを購入し、街でスカウトした女子高生に履いてもらって、1枚8000円でおじさんたちに売るというものでした。スカウトした女子高生は200人以上、パンツを買ったおじさんはもっとたくさんいて、月100万円以上売り上げることが当たり前の状態、月300万円も売り上げたこともあったそうです。捕まれば重罪ですが、かなのさんが警察に捕まったのは、
この JK ビジネスが発覚したからではありません。高校を退学した後、傷害事件を起こして逮捕されるのです。その傷害事件とは、カナノさんが当時の友人の彼氏に襲われそうになり、近くにあったスミノフの瓶で殴りつけ逃走、数日後自宅に警察が現れて逮捕、ということです。正当防衛にはならなかったのでしょうか。とにかく逮捕された際に、携帯に残っていた様々な情報から、それまでの悪事が次々とあらわになり、傷害事件の他にも余罪を追及され、鑑別所に送られます。そして16歳の冬、とうとう女子少年院に入ることになるのです。少年院に入る子供は、何かしら心の闇を抱えた状態であることが多く、はじめは誰にも心を開かずに反抗し、暴れてしまうことも多々あるそうですが、カナノさんも同様で、反抗的な態度をとったり、数々の問題を起こしました。与えられた課題の紙をビリビリに破いて大量にトイレに流して詰まらせる、監視カメラに向かって中指を立てて挑発する、教官に反抗して暴れまくり精神安定剤を打たれる、など、手をつけられない状態だったようです。そのため、通常なら10ヶ月で出られるところを、1年8ヶ月も少年院で過ごす羽目になります。少年院収容期間の満期は2年なので、かなり長くいたことになりますね。少年院では、長老、と呼ばれる主のような存在だったそう。そんな中、ベテラン教官との出会いをきっかけに、暴れまくっていたカナノさんも、次第に落ち着いた態度で過ごせるようになっていきます。そのベテラン教官は、他の教官と違って、カナノさんと一対一で真摯に向き合ってくれました。そんな大人に接したことがなかったカナノさんの心が次第に溶けていき、信頼を寄せるようになったそうです。態度が変わると、少年院での生活や時間の使い方も変わっていき、資格取得や勉強に励むようになります。そして2016年5月、少年院を退所、お母さんが見つけてくれた薬局の事務員として就職します。ネグレクト状態だった母親ですが、カナノさんが少年院送りになって、さすがに改心したのかもしれませんね。しかしながら、せっかく就職した事務職をアイドルになる、という夢を叶えるために辞めてしまいます。過去に児童相談所の保護施設で出会った女の子が地下アイドルをしていて、少年院退所後に偶然つながって、誘われたことがきっかけだったそう。その後は、ライブアイドル活動を始め、アイドルグループ、ノープランへの参加、ゾックのメンバーとして活動などを経て、妹のトンチキサキナと一緒に、ファムファタール、というユニットを組んで活動しています。アイドル活動だけでなく、育児放棄や虐待された子供たちをサポートする NPO 法人を立ち上げるなどの活動もしている戦慄家なのさん。今後どんな人生を歩むのか、注目したいですね。